本日はソフィアザールバロックに来ています。ソフィアザルバロックにあるこのチェンバロは、私が2018年に、ここに納入した、チェンバロで、これはフランスタイプの楽器で、2段の鍵盤にこのようになっています。2段鍵盤ってどういう仕組みになっているのかということについてお話ししようと思います。この下の段のこのまずドの音から見てみますけれども、これとこの音色が、こちらの下の鍵盤の方がこう柔らかくてこう太い音で、上の鍵盤の音というのは少しこうシャープでありながら、なおかつこう少しこう鼻にかかったようなという感じの音になっています。今この別々に動いていた鍵盤が、この上の鍵盤を押すことによって中にこう押し込まれて、でそうすると上の鍵盤も一緒に連動して動くようになります。上の鍵盤単体で弾くこともできますけれども、このように2つの鍵盤を連動することができます。こちらにあるジャックレールといいまして、これを取り外すと中はこんな感じになっています。これ縦3列に並んでいますけれども、さっきのドの音を弾くと、これ今上の鍵盤を弾いているんですけども、一番手前のジャックが動いています。で、下の鍵盤を弾くと3本が同時に動いています。元のモデルというのが1769年の楽器なので、チェンバロ音楽のもう本当に最後の方の楽器ということです。なのでチェンバロ音楽の音域の曲であれば、ほとんどの曲が多分この楽器で演奏することができます。一般的にこう現代でチェンバロの演奏会というのは、やはりこのフランスタイプの2段の楽器というのがとても主流になっています。ソフィアザールサロンはシルベルティアードを現代にというコンセプトで始めた、サロンです、ね、で演奏者とお客さんは同じ平場で演奏するということを念頭に設計したサロンです。